っていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、皆さんこんどうもこんにちは、アスタミジャパンでございます。耳かけ最高だね。今日もやっていきます。剣士のお時間が今日やっていきます。いやー、剣士か、なんかドキドキするな。なんかドキドキするぜ。まあでも今回は奴隷スタートじゃない方法でやってみようかなって思います。うわー、懐かしい。なんか怖い。なんで怖いんだ。うわ、久々この画面ですよ、皆さん。お久しぶり。キャラクターは死んだら終わりです。久々の、剣士なんで、初期で行かせていただきます。デフォルトのというか、なんか、癖のないキャラクターで始めようと思います。よろしくお願いします。まずは、ちょっとお金を貯めたいと思います。はい、放置です、こっから。飢えた野党だ。久々にトレイン行きますか。どうも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 。ちょ、足遅、大丈夫か。あ、衛兵さんたち襲われてるんです。襲われてるんです。助けてください。おーい、あー、大丈夫大丈夫大丈夫、あっちまで行けば大丈夫だ。はい、連れてきました。どうもです、お疲れ様です。誰か、あれだな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 。あそこでいいや。あそこになんか建築物あるわ。大丈夫、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 大丈夫。あそこになんか人がいるから。この方は？あ、忍び盗賊団だ。これは、大丈夫でしょ。忍び盗賊団の皆さん。あーざす！あーざす、あーざす！はい、あーざす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 。ありがとうございます。はい、よいしょー。あ、で、右？うい！ありがとうございます。いただきます。いただきます。こういうさ、しょうもない街はさ、ベッドがそこら辺にあるんだって、ほら。はい、おやすみ。寝ます。これ、傷を負うためにこの作業をしないとダメだから、このゲームは。始まったな。これが剣士だからな。あ、俺今回、怠慢はやめようと思うの。大げさなまでに、準備をしてから行こうかなと思ってる。今回の剣士は俺。こん中に出てこないよな。怖いわ。は？クレジット渡さないなら喉かきってるからな。ちょっと待てよ。さっきのさ、忍びに持ってくか。いや、忍びなら勝ってくれる。とっとと寄せろ、小汚い盗賊。うわ、危ない、危ない。振りすぎる情勢が。ちょっと待ってね。走れ、ゆえ走れ、ゆえ走れ、忍びの方々、いける。これはできたら美味しい。これ美味しいぞ、マジで。これマジで美味しいぞ。美味しい、マジで美味しい。ほら、ね、やってみろバーガー。ほーれ、あれ、お前ら仲間あったりする。ちょっと待って、一番最上階に逃げよう。俺はここに、今ここにいる。嘘だろ、嘘だよな。お前ら、お前ら、お前ら冗談はよしてくれ。暴言吐いちゃったよ。せめてちょっとでも抵抗して、ちょっと経験値上げよう。俺ここでなんかもげたりしないよね、大丈夫だよね。やめてよ、やめて、ボコボコ。あ、落ちる、落ちる。え、え、何してる。結局上、え、俺奴隷なんだこれ。何で、しかも死ぬって。手当てしろよ。は、捨てられ、死にかけじゃないんだけど。何これ、え、終わったじゃん、起きないじゃんこれ一生。は、はい、
というわけで、剣士1周目が今終わりました。このようなゲームでございます。ゲーム開始早々15分で宙吊りになってエンド。いい人生でした。ありがとうございました。これが第1話というわけですね。はい、俺は死んでもこの世界は回り続けます。なんて残酷なんでしょう。ごめんごめん、ゆうや、こんなにされちまって頭もかられて、俺髪の毛ボサボサだったのに、なんでこの頭かられたんだろう、一瞬で。おろそ気にされちまったよ。